YouTube 歴史塾へようこそ。歴史家の濱田晃一郎です。今年の大河ドラマは鎌倉殿の13人。ドラマの脚本は有名な脚本家の三谷幸喜さんが担当します。その三谷さんの言葉がこのドラマのホームページに次のように紹介されているのです。それは鎌倉殿とは鎌倉幕府の将軍のことです。頼朝が死んだ後、2代目の将軍頼家という若者がおりまして、この頼家が2代目ということもあって、親父を超えるぞと力が入りすぎて暴走してしまう。それを止めるために13人の家臣たちが集まって、これからは合議制で全てを進めようと取り決めます。これが日本の歴史上初めて合議制で政治が動いたという瞬間で、まさに僕好みの設定です。これが三谷さんの言葉です。鎌倉幕府内の13人の有力御家人、これが鎌倉殿の13人なんですが、彼らが皆で寄り集まって会議をして政治を進めていく、これがいわゆる13人の合議制と呼ばれるものです。しかしこの13人の合議制はなかったと聞くとびっくりする人もいるんではないでしょうか。鎌倉幕府を開いた源頼朝は1199年の正月に突如亡くなる。頼朝の後継者は長男の頼家でした。そして頼朝が亡くなった同じ年の4月、鎌倉時代の後期に編纂された歴史書吾妻鏡にはこういった文章が載っているんです。訴訟のことについて頼家が直接判決を下すことを停止する。今後大小のことにおいては北条時政、北条義時ら13名が相談して決めること、その他のものは訴訟のことをたやすく頼家に申し上げてはいけないと。この文章はそれこそ冒頭の三谷さんの言葉のように頼家の権力を奪って、13人の有力御家人が相談、合議によって政治を前に進めようとしたものと解釈をされてきました。しかし吾妻鏡の文章をよく見てみると、13人以外のものが訴訟のことをたやすく頼家に申し上げてはいけないとあるように、頼家の訴訟への介入を全否定したものではない。ただ頼家に訴訟のことを言上できる、申し上げることができる対象を13人に絞った、限ったというだけの話であると。それを証明するかのように吾妻鏡にはこの文章以降も頼家が訴訟に介入する例が存在しています。それは時に関する訴訟でした。この訴訟は鎌倉殿の13人のメンバーの一人でもある三好康信を通して将軍頼家のもとに持ち込まれた。普通だったら問題となっている時を現地調査して双方の言い分を聞いて、それで問題解決を図りますよね。でも頼家はそうではなかった。彼は差し出された境界付近の時の絵図を見ると、急に筆を取って墨で絵図の真ん中に線を引いてしまう。そしてこういうふうに言うんです。時の狭い広いはその人の運不運だと思って諦めよう。わざわざ使いのものを出して現地を調べる必要はない。今後境界争いはこのように決めるんだと。どうでしょうか。頼家の言動が正しいかどうかはまた別にして、彼は力強く訴訟に介入しています。それどころか鎌倉殿の13人の一人三好康信が頼家に訴訟を持ち込んでいるんです。こういった例を見ただけでも頼家の暴走を防ぐために13人の家臣らが集まって、これからは合議制で全てを進めようと取り決めたわけでもないし、そうした実態があったわけではないことが垣間見えます。さて13人の合議制と言われることから、13人が一堂に会して談合会議をしたように思うかもしれませんが、今のところはそれを示すかのような資料はありません。ただ先ほど言いましたように、
13人の中の誰かが頼家に取り次ぎをしている例はあります。これまで述べてきたことを総合すると、鎌倉殿の13人、いわゆる13人の合議制なるものは存在しなかったと言えましょう。さあ、ということで今日は鎌倉殿の13人は存在しなかったというテーマで話を進めてきました。ではでは、 YouTube 歴史塾、濱田晃一郎でした。